出雲神話国引きの舞台、大山隠岐国立公園に属す島根半島、その東端松江市三保関町の海岸線は、日本海の豊かさを実感できる比類なき釣りフィールド。この海でアオリイカを狙い撃つ。ここでパチン来てくれたらいいんだけど。ビッグワンを求め山陰島根に乗り込んだのは、和歌山の白浜串本をホームに活動するエギンガー笠松仁さん。一番今まででかいイカになるんですけど、平成28年に仕留めたモンスターは驚くなかれ、4.41 キロの赤系の、まあ、モンスターですね。産卵期に入ったアオリイカは春イカと呼ばれ、大物が期待できる。梅雨入り間近の島根半島となれば、シーズンは終盤。さて、その結末やいかに。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる、夢追い人の釣りの旅。季節が足早に移ろう5月の後半、神々が住む大地に見守られる長江が幕を開けた。はい、島根県にやってきました。今回狙うのは春イカ。アオリイカは春に産卵して、1年をかけて大きくなります。で、春がまあ一番大きいサイズになって、まあ、エギングをやるものとしては春が一番こう強烈な引きを味わえるシーズンで、今回まあ島根県に来たんですけども、まあ今回その強烈な引きをするアオリイカを狙いたいと思います。明くる朝、島根半島の東側へ向かうことにした笠松さん。とりあえずそうですね、風かわせるように松江の方行ってみて、あとはもうそうですね、 Google マップ見ながら、そう、釣りできそうなとこ探しながら、まあ、もうイカを探す旅みたいな感じになりそうですね今日は。はい、灰の風に3年前には長崎平戸へ。景色ですね、本当に。未知のフィールド、地元エギンガーの協力なくしては始まらない。まだ今日は第一九州イカまだ見てないです。大量ちゃんぽん食べたのに。ホームグラウンドは南紀、釣り場が変われば誘い方も違うのか。苦労の末にようやく、いやもう明るくなってきたから、もう和歌山でやってるみたいな、もうシャローのこう下りを打っていく感じの釣りで嬉しいっすわ。やっと一つ目。晩秋の南薩摩にも足を運んだ。ちょ待って、あそこにでかいのおる。でかい、地下2、300ぐらいの。そこにおるわ。もうサイズダウンであんまりプレッシャーかけんと、こそっと近づけようかなみたいな。
でも反応せえへん、全然反応せえへん。あいつら全然わかん。水面下ありますね、さっきよりはね。ちょっと触ってくるけど、ちっちゃい感じでなんか乗り切らへんし、ね、よっしゃ来た。ちっさいけど来たよ。よいしょ、あーやってきた。価値ある一杯。よいしょ、嬉しいっすね。サイズじゃなくてやっぱりイカ釣れたら、うん、面白い。エギング、見知らぬ地での釣りには特別な感慨がある。どうなるねこれ風。あ、でもちょっと木揺れてますねこれ。まあけどこっちに来たから、うん、出雲よりは全然弱いと思うんですけどね。東西に65キロ、日本海に面して横たわる島根半島。その東の端、リアス式の海岸線が続く風光明媚な松江市三保関町に入る。海の透明度は抜群。アオリイカはいるのだろうか。地形と風を読み、笠松さんが選んだのは笠つながりで笠浦漁港。とりあえずパープル言っとこう。もう最近ね、自分の誕生日のカラー診断やったんですよ。じゃあラッキーカラーはパープルやったんですよ。なんでちょっとパープル多めで言ってみよう。女子女子でしょ。まあ初めての場所やし、なんかこう楽しみながらやりたいなと思って、もうなんかいつもの感じでやろうかなと。準備完了やね。行きますか。見てくださいこれ、すごいっすねこれ。ザ・モバモノマンションみたいになってますねこれ。今日ね、そうどこ入ろうかなと思って悩んで、で Google マップ見ながら、風もあるし、って見てたら、ここ笠浦言うて、僕笠松でしょ、ここかな思ってね。とりあえず一発目ここ見に来たんですけど、アホでしょ。まあけどね、そうやってね、まあどこってないとこでちょっと行ってみて探すっていうのが楽しかったりするんで、まあ今日は一発目ここピンと来たんで、ちょっとさらっと様子見てみようかなって思います。まずはリサーチ。でかっ。すげえ、はい、ありがとうございます。これを釣りたいんすよ。これをすごいっすね。もう一匹おったんすか。そいつ狙わんとあかんす。オスにメスがついてくるんですか。メスにオスついてくるし、オスにオスもついてくるっす。うん、でちょっとどうなんやろ、まあポイントによって癖もあったりするけど、下げのタイミングとか上げからの下げとかどうなんすか。だいたい満潮で寄ってきますよね。ちょっと楽しみやな。とりあえず、まあ、初場所来たら僕いつも 3.5 で水深見たりとか潮の流れ様子見るのに 3.5 使います。はい、まあ、UV が先という情報を聞いたっていうのと、で、まあ、これで釣りたいなっていうのと、もうそんな感じです、はい、思いを込めてエギを海に放つ。しかしことのほか風が強い。案の定西風来ましたねこれ。出雲におったらもう大変やったっすね。まあなんとかできそうっすねここやったらね。
てくれよ。透明追尾なし。いや、じゃあもう大海原へ飛んでけ。チャンスは必ず来る。でっかいハルイカ釣ってみせようじゃないか。でもなんかすごいいいとこですね。あの外洋からドーンって波来るような場所じゃないし、多分こういう穏やかなところで産卵してるんでしょうね。生かした海だ。島根半島の先端、三保関ののどかな漁港で大型のアオリイカが今日のターゲットだ。挑むのは南紀のエギンガー笠松仁さん。なんかけどこんな初めての場所来てやるの楽しいですね。どんなん釣れるんかなとか。11時なんぼがあれやね、満潮やったよね。そうや、あの場所は Google で見たけど干潮満潮見てなかった。ちょっとね風強いんで、1g だけ足して落とそうかなと思って。基本フォールゆっくりなんで、これなんかこうやって漁港でね、こう喋りながら情報聞いて次行くとこどうしようかなみたいなのも面白いですね。みんなエギング好きですね、ほんまに。まあお手軽で、まあこうね、好きな時間だけやって飽きたらやめてみたいな感じでね、ほんま簡単な釣り、まあ簡単な釣りなんやけど、まあ奥は深いというか、まあ遊びにちょうどいい釣りですね。ああ今日はあれやな、出雲出るときにあれや、出雲大社で風止めてください 言うてきてよかった。伝統釣法から派生した疑似へエギにアクションを加えてイカを誘うエギング。シンプルにして奥深い釣りだ。来た来た来た、乗せた。そんな大きくない。コウイカちゃん。うわーこれコウイカちゃん。コウイカさんやん。カエルさん。カエルさん連れてきてくれたな。よいしょ。そーっと。はい。カエルさんやりますやん。カエルのような色合いのエギで釣れたのは、甲羅のような内角が胴の中にある。コウイカ。今みたいにコウイカ釣ったんで、人生でこれで多分4回目ぐらいです。コウイカ全然縁なくって、ちょっとコウイカはコウイカで嬉しいですね。人生4度目の行為から規制が上がったが、後が続かない。海は再び沈黙。午前の釣りはこの辺りで切り上げるとするか。見知らぬ土地で食事処を探すのもまた一興。そう、たまたまのね、通りがけであったお店。いただきます。おいしい。
腹減ってましたわ、めちゃめちゃ。昨日の夜ね、そう、情報いろいろかき集めまくって、で、いろいろちょっとこう、ポイントをこの辺かなっていうのをいろいろ入れてみたんやけど、今日は風強いからね。午後はどこを勝負の場にするか。風はやみそうにないが、半島に西から風が吹きつける。白波が立ち、タフなコンディション。風裏に回るしかない。となれば、午前に入った笠浦に戻るのがベストの選択か。ゆっくりね、見せたいんですよ、春のイカ。やっぱ早い動きよりゆっくりの方がこう捉えやすいんで、だけど風でライン引っ張られる分ね、ちょっと進化ちょっと足してるんですけど、それでもゆっくり落ちるんで、これで。潮目は吉兆なのだが、風がラインに干渉して釣りにくいったらありゃしない。終日強風に翻弄され、アオリイカの当たり一つなく撃沈。南紀ナウテのエギンガーに悔しさがにじむ。2日目、風が収まったので三つの漁村に隣接する磯に入り、朝一の勝負。今日は行けますね、これ。昨日ね、まあ、磯もちょっと入ってみたいなって思ってたんやけど、まあなんせ あの風なんでね、めっちゃ楽しみっす。アオリイカが好みそうな磯回り。さあ始めよう。なんか潮目も出て、多分動いてるんちゃうかなって感じですね。どのタイミングでイカが入ってくるんだろうな。海魚っぽいっすね、これ。まあ、初場所っていうのもあって、これがまあどんなタイミングでイカが入ってくるのかとか、潮とかのタイミングかなとは思うんですけど、居残ってるって感じのイカではないと思います。何かのきっかけとか、そうですね、その潮の変化とか、そういうタイミングで入ってくるのかな気はしますね。まあ外に面してるんでね、まあ、産卵絡みとか、まあ産卵後のやつが、まあ、海流でこうフラフラ入ってくるんかなって気はするっすね。朝一ね、まあ潮も動いてるやろうっていうのと、まあ、水深見るのに 3.5 号から使ってたんですけど、ちょっとねこっち側回ったら、まあ、水深もそんなに深くないし、網も結構引っ掛けるんで、もうちょっとこうゆっくり落とせるようなやつに変えようかな。
シンカーつけて 3.5 号よりはゆっくり落とす。でまあうねりもあるんでちょっとまあ安定させるのにシンカーつけます。昨日コウイカを連れてきたあのエギにシンカーを加えて、だけどこの辺の磯ってもうどこ行ってもこう藻場だらけって感じなんで、まあ、その中でも、まあ、条件のいいところっていうところに、まあ、イカが入ってくるんやろうなって思いますね。例えばまあ産卵とかやったら、この辺のまあメインとなる波をかわすような場所で、まあ、しっかり性のあるような藻があるところ、この辺全部炭ですね。多分こんだけイカの炭あるいうことは立地条件めちゃめちゃ良くって、あとプラスワンの要素が何か加わった時に多分イカ出るんやろうなって気はしますね。海の雰囲気上々なれど、アオリの気配ごく薄し、しゃくる後ろ姿も心なしかわびしげだ。まあ風がね、どうしても今回めちゃくちゃ強くって、どうしても風裏で釣りできる場所を探すっていうそこから始まったんで、なかなかこう苦戦はしてますね。まあけどこう回った中でほんまにここが唯一イカ見えてる場所、他にもね釣りされてる方もいてたんやけど、そう実際にこう釣ってるところとかっていうのは、まあ昨日も今日もですね見てないし、まあここが一番こう風裏になりつつ可能性があるとこなんかなってちょっと思っています。振り出しに戻り、心機一転仕切り直し。3.5 号で今ちょっとまあ沖の方やろうかな思ったんですけど、アマモにねやっぱ突っ込んでまうんすね。突っ込んでまうんで、やっぱりゆっくりふわっとこうアマモの上でも乗せれるぐらいのスピードのタイブレーカーが一番いいかな。タイブレーカーね、そうフォール速度まあ遅い、ゆっくり8秒ぐらいっていうのと1メーターで、うん、ここについてるカップでね、フォールがさらにゆっくりになるという、まあフォール速度8秒ぐらい、1メートル8秒ぐらいで、まあ動きをこうパンパンパンって出した後にフォールを一気に速度を落とせることで、まあ渋い状況とかあんまりこうエギを追いにくいようなイカっていうのにこう手を出させる、そんなエギですね。ゆっくりと沈むエギを見せつけて、活性の低いアオリイカをその気にさせる。タイムリミットが迫ってきた。またけどリベンジというか、来てみたい場所ですね今回。まあ風で入れなかったポイントとかもあるんで、そうまた来てみたいなって思います。でまあその時も同じようにまたこう Google とかでこう自分で探すような釣りをして、でこうハルイカとかイカにたどり着きたいなって思いますね。神話の国への裁縫を誓う。
その時は事前に出雲大社で博聴祈願を忘れずにね、笠松さん。春イカに見る夢は来年に持ち越しだが、アオリイカを巡る旅に終わりはない。さて次はどこでしゃくろうか。